ソソソは古代の日本で作られていた乳製品の一種で乳汁をかなり乾燥させ長期保管に耐える加熱濃縮系列の乳加工食品と考えられている文献には見えるが製法が失われた幻の食品となっている不明な部分の多い食品ではあるが諸説に共通しているのはそうは乳を煮詰めた乳製品で美味しいものである演技式には 生乳一頭に詰めると一生の祖が得られる胸の記述がある。こうしたことから推測した製法で、現代日本でも作られている。西暦700年、文武天皇により、生けるを税として、全国で作るように使いが派遣された。天薬寮の乳牛院という機関が生産を担っており、薬や新鮮としても使われていた。仏教祭時には蜜と混ぜられて、 原料として使用された様子である。平安時代、貴族階級の間で乳製品が広まったが、武士が台頭してくるに従って、江戸時代中期まで日本の落農は廃れた。現代では文献をもとに様々な人がそう復元しようとしているが、原料乳の生産流種が不明であることなどから、それが本当に当時の祖と同じものであるかは、現存しないため確認は困難である。 2020年、新型コロナウイルスの世界的流行に伴い、感染拡大防止のために、日本全国の小中高校において、休校措置が取られ、学校給食も休止された。余剰となった、大量の牛乳を消費しようとする動きが s n s を中心に話題になっており、その中で、牛乳さえあれば作れる手軽さと、古代のお菓子という珍しさを持つ素が注目されるようになった。 牛乳を沸騰するまで煮詰め、混ぜて作る。また、弾力ある、生素と乾かした、生生けるに分けられる。素は、古代中国で生まれた牛乳の発酵食品、双元素とする説が有力である。昔は、天井にしか食べられなかったとされ、食用のほか、滋養競争用の薬や仏教行事の供物として、親しまれてきた。素は朝廷への貢ぎ物だったとされ、 かつて正月に開かれていた天皇の家臣たちによる主演、二宮大表、大臣大表で甘栗などと共に、素が振る舞われていた。これらの食品は、朝廷の使者が、巻と呼ばれる全国の生産場から運び出した。朝廷は、奈良時代から平安時代、諸国に対し行けるの納付を義務化し、3から6年に一度のペースで順番に徴収した。 各地の牧では、正月に間に合い、かつ完成品が腐らないよう、例年11月頃には、作業を終えていたと見られている。一方で、質が粗悪だったり、納付期日を守れなかったりした場合、杖で叩かれるなどの罰則もあった。現在に残る当時の文献が少ないが、製造方法は、演技式や政治要略に記され、そう作る方法は、父を一途とじて、 一生の素が得られる程度の記載である。そのまま濃縮牛乳を作っただけでは、日本の気候風土から腐敗してしまうので、何らかの処理がなされていたとも言われている。また、1度から1マスということは10分の1になるということだが、生乳の固形分は12%ほどである。ため厳密に原料乳費10%に濃縮することは、 不可能であり、演技式の記述は目安量であると言える。上記のように、祖が父を煮詰めただけのものだと腐敗してしまうので、何らかの処理がなされたと考えるのが妥当である。大発熱反行の中に、ゴミとして順に父落小祖熟熟大醐へとある。祖は大醐の原料という説があるのはここからであるが、祖と祖は別のものとする説がある。主な生産地として、摂津国。 アジフの乳牛巻きなどが知られている。古代には東国においても多くの牛が飼育されており、演技式によれば東国すべての国でそう功能している。現代の生産地としては、宮崎県都の城市で生産された甘じちそが、日南市の太郎神社などで、観光の際の土産物として売られている、などの例がある。大発熱反響の祖は、現在のインドのサータバーナ朝時代の、 サンスクリット語を今の中国で陸長時代に簡約したものである。このことを考慮すると大発熱反響の素は演技式の素とは別物である可能性が高い。6世紀なばに中国で編纂された生命用術によるとラックはヨーグルト、素は現在の生バターでその後それを加熱して作るバターオイルを含めた総称である。仮に 第ハ年半今日の熟素をバターオイルだと仮定すると、その後の醍醐に変化させる余地がなく、醍醐をバターオイルと仮定すると小素と熟素の2種類の説明がつかない。また、看護同様サスクリット語においても楽はヨーグルトを意味する。ヨーグルトから変化できる乳製食品は限られる。ゆえに少なくとも熟素までは加熱して生成する食品である可能性は低い。 文脈と経典成立時の地域性を考えるトラックは、ヨーグルト、小素から、熟素は、サワークリームから、発酵バターへの変化を指し、第醐は発酵バターから取れるバター魅力のことを指すとも考えられる。ありがとうございます。